新規バス新規バス津山営業所新規バス津山営業所は岡山県津山市大谷622番地1にある新規バスの営業所営業所略号は津である前身は岡山県相田郡大原町小町1612の位置にあった大原営業所1975年中国ハイウェイバス開業に伴い大原営業所が 岡山県愛田郡三正坂町入り電に移転し、湯野郷営業所となる。それまでの大原営業所は、湯野郷営業所大原出張所に変更。2000年10月1日、湯野郷営業所が、岡山県津山市大屋622の位置に移転し、津山営業所となる。それまでの湯野郷営業所大原出張所は、津山営業所大原出張所に変更。この時、高速路線が、 津山営業所、一般路線は大原出張所の担当に分かれ、大原出張所は、ウエスト新規大原営業所に管理委託されることとなった。津山営業所は高速路線を担当し、東は京都駅、西は出雲市駅と広範囲の路線を管理している。新規バス津山営業所大原出張所は、岡山県北部の一般路線を担当していたが、 岡山県内の一般路線廃止に伴い閉鎖された。三坂共同バスへの移管に際しては引き継がれなかった。廃止路線一般路線は2009年9月末日限りで廃止され、2009年10月1日以降、中鉄北部バスと三坂市内の観光バス会社が共同で出資した三坂共同バスに一部区間を除き運行が引き継がれた。ただし、 みまさか共同バス、中鉄北部バスでは、ニコパピタパーイコカは使用できないため、2009年12月25日まで、新規バス津山営業所、河野商店で、無手数料でニコパの払い戻しができる、よう、特例措置を取った。代わりに中鉄北部バスに関した路線では、中鉄バス、専用バスカードが使用できるようになった高速車、管轄路線の都合から、 すべての車両が高速バスである。かつては、西淡倉村にも路線があった。西日本 JR バスの乗り場ではなく、津山広域バスセンターを発着していた、代替バス運行へ新会社設立新規撤退で、美馬坂市六業者山陽新聞ウェブニュース通常、ニコパの払い戻しには200円の手数料がかかる。ありがとうございます。